これより会議を開きます。内閣提出参議院送付育児休業介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。法案審査のため来る28日金曜日午前9時30分参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため本日参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め意見を聴取し、また政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官梶尾正弘君、厚生労働省医政局長佐古井正美君、健康局長正林徳明君、医薬生活衛生局長鎌田光昭君、労働基準局長吉永和夫君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境均等局長坂口隆君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会援護局長橋本康弘君、社会援護局障害保険福祉部長赤澤康生君、保健局長浜谷博樹君の出席を求め説明を注視したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。田畑博明